皆さんこんにちは、ハリーです。ボッティラッシュ楽しみかいポッカイなんですけども、トヨタタピコグチャ最新ガチャが来たよ。みんな早速やっていこう。今回来ました最新ガチャがこちら、フォーステップワノ国ピックアップガチャ来ました来ました。リークで来たらいいんじゃないとかって言ってたこのワノ国ピックアップガチャ、早速見ていこうか。いや来たねマジで、めっちゃ嬉しいんだけど個人的に。さあ今回来ましたピックアップガチャは、こちらですね。フォーステップワノ国ピックアップガチャということで、かけらが100個、うん、2周回して合計でもらえます。でしかも合計400個で100個っていう感じかね。これ言ってた通りだね。別件キャラ誰が出るんだろうね。ワノ国ピックアップしたキャラクター誰が出るかっていうのをやってたじゃん。ワノ国、マルコ、ペロスペロ、ウルティ、ページワン、オサマスク、ジャック、クイーン、キッド、トラファーガロー、オニワチマ、ルフィ、キエモ、ドレイク、カイド、フラノスケ。やった言ってた通りめっちゃ出る。しかも伊蔵とか、ワノ国キャラピックアップめっちゃされてる。だから星音が出たら、確定エースが出たら絶対にワノ国キャラってことだ全員。うわめちゃめちゃいいガチャじゃんこれ、めっちゃ嬉しいんだけど。さあということでこのガチャ引くべきか引かないべきかっていうことなんですが、まあ、基本的にみんなはパスしていいと思う。うん、引かなくていいよ。この後ね超フェスが出たりとか、強いフェス券が今月出たりとかするからね、よかったらみんな引かないでおいてください。でだけどね、課金できる人とかちょっとまあダイヤ余裕があるよっていう人は引いた方がいいと思う。まあ、なんでかっていうとね、ワノ国キャラ見てほしいんだけどさ、マルコも強いし、ペロスペローも環境今ちょっと厳しいけどはめたらワンパンできるようなキャラクターじゃん。しかもウレティに関してはさ、アタッカーキャラって基本的に環境からいなくならないからさ戦えるキャラクターでしょ。でページマンも今の環境ではシャンクスから守れるディフェンダーじゃん。でクイーンもいるし、ジャックもいるし、オスワマスクに関してはさもう分かってるじゃん強さが。っていうことでみんなこれ激アツガチャだぞ。しかもかけらもらえるしね、すげえ嬉しいね。よかったらみんなこれ引いてみてください。僕も後で引いておこうかなと思うので、よかったらみんな引いてみてください。さあということで今んとこね、先週発表されたリーク映像からはもう全部出たのかな。ウタの誕生日プレゼントもらったし、ワノ国ピックアップガチャが今日出ました。でそしてバトルポイントも増量中ですということで、まあよかったらねみんな今日のリーク最後のガチャになると思うのでみんな引いてみてください。毎回月曜日更新になったんだねガチャね。なんか昔までさ火曜日更新とか多かったじゃん。まあ、だけどまあ月曜日更新になったということで、まあそれはそれでいいか。うん、でこのキャラの中でおすすめのキャラクターっていうのもまあ後々であげようかなとは思ってるんですが、今簡単に伝えちゃいますと、はい、ワノ国キャラちょっと集めてみたんですが、まあこれ以上出てるのでね、まあよかったら参考にしてほしいんだけど、まあフェスゲンキャラだったらこんな感じかな。オロビとかイゾウとかはちょっと違うし、ウソハチはねちょっと違うんだけど、まあ、フェスゲンキャラだったらまあウルティとかペロスペロとかマルコがいて、まあおすすめはまあやっぱりマルコ。うん、当たったら最高だよね。一番強いと思うこの中だと。一番環境でも使えるキャラクターで、次に強いのが多分クイーンだと思うんだよね。なんかメダルついてるわ。まあ、クイーンに関してはもう超使えるから、よかったら使ってみて。ついこの間ガチャ引いたんで、生配信で80レベルになったばっかなので、まあ結構おすすめですよと。でその次がページ1じゃないかな。ページ1も結構使えると思うんだよね。現環境でも守れるディフェンダーとして使えるし、ディフェンダーだから基本的に敵の様子を見て戦うスタイルだからさ、まあ初心者の人でも使いやすいキャラクターなんじゃないかなと思いますと。その次ちょっと上級者向けにはなるんだけど、この赤キットね。赤キットは戦えるディフェンダーだから、ガンガン敵の元へ突っ込んでいったりとかできるし、まあ味方が攻めていく時の援護キャラとしてね吹っ飛ばしたりとかできるから結構おすすめです。なのでよかったらみんな今日来ましたワノ国ピックアップガチャ引いてフェスゲンキャラ当たったら最高だね。ということで見ていただきありがとうございました。次の動画でもお楽しみに。ではまた。いやー激アツなガチャ来た。